アラスカンはルノーが製造・販売するピックアップトラックである。ルノーが発売する1トンクラスのピックアップトラックとしては史上初めてとされる。2015年にコンセプトモデルを発表した後、2016年秋、メキシコに所在する日産自動車の工場にて生産され、コロンビアで初めて発売された。以下、突起なき場合コロンビア仕様で説明する。 日産、ナバラ、フロンティアと基本メカニズムを共有しながら、デザインはルノー独自のデザインとなる。ナバラ、フロンティアとは異なり、ボディタイプはダブルキャブのみの設定。ヤード25度 T を元とする2.5リッターディーゼルターボエンジンを搭載する。ミッションは6速、マニュアルトランスミッションと7速、オートマチックトランスミッションが選択できる。駆動方式は 4WD となる。 アクロ総派性や剣道製のほか、インテリジェントキーシステムやオートエアコン、上質なシートなどの快適装備もアピールしている。今後はアルゼンチンで2018年までに完成する、日産、ルノーアライアンスの新工場やスペインの工場でも生産され、南米の他ヨーロッパやオセアニアでの販売が計画されている。ありがとうございます。